はい、ライドナウしました、S久です。今、はい、ミラノに来てます。で、ミラノの街中でいきなり、はい、乗ってきてと渡されたのがこの車、マセラティの新しい SUV グレカーレです。 GT、モデナ、そしてこのトロフェオ、3モデルが用意されてるんですが、今回ね、まあ、2モデル乗れるということで、まず渡されたのがトロフェオ。ワールドプレミアをご覧になった方ならこの色記憶ありますよね、このね、特徴的なイエローの車、めちゃめちゃ目立ってますね、このミラノの街中で。このグレカーレ、まあもうね、レバンテという SUV があるわけですが、それよりね、まあ一つ小さいとは言ってもね、全長4850ミリ近辺あるんですが、そういうセグメントに投入されました。もうこのセグメントのプレミアム SUV が今後ね、爆発的にさらにね、まあ、今も人気ですけど、市場を伸ばしていくというふうに、まあ、読んで、マセラティはね、まあ、次の、主力としてこの車を位置づけているんだろうなということで、かなり気合いの入ったプロダクトになっています。まずデザインは MC20、ね、あのイメージを受け継ぐ、例えばフロントセクションとかね、あとはリアのブーメラン型のランプ、まあギブリのマイナーチェンジからも使われてますけど、あれはね、3200GT のまあモチーフというか、それを使ってるわけですよね。まあ、そういういかにもマセラティというところをしっかり守ったクリーンなエクステリア、そしてインテリアも、まあ、見ていただくとね、この特徴的な時計があったり、あとあんま木をてらってないマセラティらしさの一方で、このね、大型の、ディスプレイと、まあ、タッチパネルを置いてみたり、そしてミーアですね、マセラティの、まあ、最新のインフォテインメントシステムも充実していて、ほとんどいろんなことがタッチパネルで操作できます。で、ね、このエアコンパネルなんかもそうですよね。音声入力、これはアレクサですね、はい、こちらを使っているという形で、さらにですね、今さらっと最初時計のこと言いましたけど、この時計が実はアナログではないんですよ、デジタルクロックになっています。で、ここ、例えばこうやってね、今クロックですけど、コンパスに切り替えたり、ペダルね、切り替えたり、まあ、こういうことも、 G メーターもあるよと、デジタルの時代だよと言ってたんで、まあ、まさにそういうことだよねというようなことが、まあ使えるとかね、はい、そんな新しい、もうシート、そうそう、シートのね、サイドブルスター、ここの調整までこうタッチパネルでやらせるというのがね、まあ、いいのか悪いのか分かんないけど、新しさではあるよねという感じですよね。まあそう、つまりは伝統を継承しながらね、スタイリングにしてもインテリアにしても、だけど、しっかりと革新もね、入れてきたよというのがこの車と言っていいのかなと思います。で、いわゆるプラットフォームはジョルジョです、はい、おなじみですよね、アルファロメオのジュリア、セルビオで使われたものですが、まあ、セルビオがね、全長ざっくり4750ぐらいということです、ホイールベースが2820近辺でしたよね、まあ、これだと、これとちょっと足りないよねということで、ホイールベース伸ばされています、まあ、これはね、あのサイズ、そして、まあ、特にリアシート、ラッゲージスペース、かなり広いよと自慢してるんですけど、それもあるし、バッテリー EV 版、ね、フォルゴーレ、こちらが用意されるっていうのもあるでしょうね、確か105キロワットかなの大容量バッテリーを積みますんで、まあ、そのためにもそういう寸法が欲しかったんだろうなというのは想像できるところですね。で、このトロフェオだとエンジンは V6 のネットゥーノ、まあ、ドライ散布ではなくウェット散布になってたりと違いはあるんですが、いわゆるプレチャンバーイグニッションを使った、ね、ものになっています、まあ、F1 と一緒ですよね、プレチャンバー、副燃焼室で薄いガスを高圧で吹いて燃やす、ね、そしてそれをまあメイン燃焼室に送り込むという形で、ね、低燃費とハイパワーをまあ高い次元でまあ両立するということになりますね。530馬力、8速 AT、 そしてフルタイム 4WD で、トロフェオだとリアにも、いわゆる LSD が、ね、ついてくるというような形です。まず街中の印象から言うと、ボディの剛性感が素晴らしく高いですね。あの今もね、ドンドンってマンホールの蓋を乗り越えたような感じでしたけど、もうびくともしないという感じがしますね。なので、なんだろう、信頼感があるというか、そういうものに乗っているいい印象すごくあります。で、ステアリングフィールが
なんかこうめちゃめちゃ正確性が高いですね。めちゃめちゃクイックだとかそういうんではなくて、とにかく微小打角から思った通りに反応するというんですかね、そういう感じのフィーリングがあります。もう、ね、ボディ剛性がすごくある感じ、そしてホイールベース長いで、乗り心地的にもすごくしなやかでありつつ、姿勢がピタッとこうフラットないい感じ出てますね。これゆっくり走らせててもいいじゃないですか。すごくいいですね。このトロフェオだけね、エアサスペンションなんですよね。まあそれも効いてるのかな。はい、とてもねしなやかな乗り味です。ちなみにドライブモードはもちろん選択できて、今 GT で走ってましたけど、コンフォートもあるんだな。コンフォートにちょっとしてみましょうか。あ、もうねステアリングの手応えからしてね、柔らかさに満ちた感じが出てきますね。 GT が標準で、スポーツ、コルサ、オフロードモードもあるっていうのがまあらしいところですよね。まあしばらくはまだ GT で行こうかな。はい、高速道路に入ってきました。 Take the exit 3SPXSS415 then take the exit。今ねちょっと踏んでみました、高速の合流で。これ僕ねネットゥーの実は MC20 はねもうちょっと先に乗れることになってるんで、まだね試してないんですけど、こういう感じなんですね。かなり低いのぶとい音だけど、なんだろうな、演出された音というよりかはね、これが新しい内燃エンジンの姿なのなんてことを思わせるような、とてもね気持ちのいいサウンドでしたよね。コルサモードにしておくか。はい、ゴー。あ、すっげえトルキーだなこれ。あんま飛ばせないけど、とにかくエンジンはねこれつきがいい。今最初音の話しましたけど、その次に感じたのはね、これ本当に低速域からアクセル操作に対するこう反応がめちゃめちゃいいですね。こういうね高出力のターボエンジンとしては、まあ、本当にね、まあ、異例なほどというか、はい、アクセルに対する、ね、つきがいいっていうのはすごい感じますね。こういう車なんですね、というかこういうエンジンなんですね、これね。もちろんこうやって踏めば速い、あっという間に速度が出るんですけど、なんかね、それよりもこのむしろレスポンスの方がね印象的ですね。いろいろね今日試乗ルートすごい短いんで、いろいろちょっと試せるうちに試してみようと思いますけど、スポーツモードにするとそれなりに硬さが、まあ、硬いというほどじゃないですね、出てきますけど、基本的にはそんなに嫌じゃない感じというんでしょうか。いや本当にねこう車としての質がめちゃ高いというのを感じますね。やっと開けたところに来たかな。道は狭いですけど、ちょっとだけ踏んでもいいかな。すごいね、やっぱりこうトルクの突きの良さ、これがこのエンジンは印象的ですね。なんかクオーンと抜けるような快音っていうのとはちょっと違うんですけど、コンフォートモードでもこれだから、スポーツモードとかだともっといい音するかな。すごいですね。いやこれね音がまあすごいっちゃすごいんだけど、それよりねこの本当なんだ、ミリ単位のアクセル操作にぴったりついてくるこのトルク感、このエンジンそういう凄さですね。2000回転台ぐらいからもうねそういう雰囲気がすごくあって、なんかちっちゃいといってもちっちゃくない車だと思うんですけどね。だけど本当にすごいレスポンスがいいんで、こう
手の内感が半端なくありますね。これはなんか楽しくなっちゃいますね。ちゃんとね、このちなみにアルミのパドルを使ってるのも、まあ、こだわりだとね、これマセラティア使ってきたでしょうと、これがお楽しみだからねというふうには言ってましたね。はい、ちょっと GT に戻していきましょうね。いや、ちょっと片鱗感じましたね。まあ、ハンドリングっていうほどのハンドリングは感じられなかったけど、でもこういうところを走っていても一体感はね、すごくあるのは感じる。やばいな、このエンジンは踏んじゃいますね。すごく気持ちがいいので、なんかね、行きたくなっちゃいますね。そんなわけで、マセラティの新しい SUV グレカーレ、こちらのね、最上級モデルトロフェオのファーストインプレッションをお届けしました。まだまだね、走り足りないなという感じはすごくあるんですが、まあ、またチャンスあるでしょうとね、ワインディングロードとかね、なんならサーキットでも試してみたいぐらいのポテンシャルは感じましたし、何より初めて体験するこの新しいマセラティの、ね、副燃焼室式エンジンには感動させられました。しかも、さらにね、この後マイルドハイブリッドバージョンもテストします。そちらの方もお届けしますので、興味持たれた方はね、引き続きご覧になっていただければなと思います。さらにね、インフォメーションを付け加えておくと、4月1日から3日だったかなに、代官山蔦屋書店にこのグレカーレ展示されているそうです。実はね、今僕がこれ乗っていて、日本に帰ったらもう本当にね、すぐに代官山で展示ということで、わざわざミラノまで来たのになと思ったりしつつもですが、興味持たれたらね、ぜひそちらも見に行かれてはいかがでしょうか。とにかくね、デザイン、外装、内装両方ともね、これ見るだけでもすごい上がる車だと思うんですよね。マセラティのらしさ、伝統とね、革新が融合された、これをね、実際にご自身の目で確かめてこられてはいかがでしょうか。